どうも皆さん、一流ゼンマイ巻き師リュウです。さあ本日なんですが、一流のゼンマイデッキっていうのはね、どういうデッキなのかをね、皆さんにお見舞いしていきたいと思っております。ゼンマイデッキ、ギミックはお見せしてないかもしれないんですけれども、動き方は結構ね面白くてですね、ゼンマイね、ちょっとシールドワーク3枠しかないので若干リンクスパワー足りないっていうのはあるんですけども、このゼンマイシャークっていうのはね、ゼンマイが召喚特殊召喚に成功すると手札が出てこれるっていう効果と、あとレベルが、こいつ自由心4なんですけど、3にもなれるし5にもなれるっていうめっちゃ強い効果持ってるんですよこれ。なので、これでレベル合わせてゼンマイはランクをね3とか5とか4とかも立てられるっていう、そういうギミックになっていましてですね。で、ゼンマイネズミもこいつめっちゃ強くて、攻撃表示だ と、守備表示にすることによって墓地の、ゼンマイを守備表示で特殊召喚するよっていう効果持ってるんで、ゼンマイネズミでゼンマイネズミ釣ってきたりとか、シャーク釣ってきたとかすれば、また新しいねエクシーズモンスターを出してくるっていう、そういうコンボになってますと。で、切り込み隊長レベル3なんですけど、これ手札からモンスター特殊召喚できるじゃないですか、レベル4以下の。なんでこれで、基本的にはこう3-3を揃えていく動きになりますね。3-3を揃えていって、でエクシーズを3していく。でこれなんで入れてるかっていうと、ゼンマイドッグこれね5になれるんですよ、レベルが。でこいつも5になれるんで、この辺揃うと一応このゼンマインがね、ゼンマイじゃない、間違えた、ゼンマイ王が出していけるんで、でこれセットカード2枚破壊できるんですよ、このモンスター。なので、一応こいつ出せるようにこれピン刺しで入れてます。ちょっとサーチがねゼンマイマニュファクチャーを入れてるわけがなかったんで、純正で使いたい人はこれとゼンマイマニュファクチャーと、これちょっと多めにね入れていただければ、あとそこなし落としなとカナディアとかね、めっちゃ入れていただければいいのかなと思っています。で、これね、ゼンマイの何が強いかって皆さん、いろいろ、意見あると思うんですけど、ゼンマイの何が強いってね、属性がめっちゃ強いんですよ。属性めっちゃ強いんですよ。水、地、地、で、炎っていう。もうめちゃくちゃ強いですよね、これ。これが。だから、もう簡単に言うと、彼が活躍できるっていう、もう最強デッキ。最強デッキよ。もう禁断のコンボ。正直なんでかっていうとですね、これゼンマイ正直めちゃくちゃ強いんだけど、OCG の方は前半ですみたいなね、先行前半ですデッキみたいな感じなんだけど、リンクスだとさすがにやっぱランク4とかランク3とかパワー低くて、アタッカーいないんですよ、このデッキ。基本的にアタッカーがいなくて、そうなった時にじゃあどうするかっていうと、パワー借りるしかないと。強いモンスターのアタッカーとして成立するモンスターテーマを出張させてあげるしかないと。で、じゃあどれがいいんですかって言ったら、もうそれ属性が強いからさ、それはもう、ね、兄貴よね、アレイスター先生、出番ですって。もう、アレイスターさん、そろそろ、老気法違反で、ほんと、老気行ってくるわ、みたいな話になる可能性ありますけれども、これはね、でもね、やっぱりね、結局、こういうデッキにはすごいいいモンスターなのよ。メインギミックではなかなか勝ちづらいモンスターにパワーを与えてくれる、我々の希望なので、正直、使われるのは、俺、あんまり好きじゃないけど、召喚獣、使うのはめっちゃ好きだから。使われるのは嫌だけど、使うのはめっちゃ好きっていうことで、自己中心的スーパーバカママ実況者なんでね、早速アレイスター先生で分からしていきましょう。ゼンマイというデッキがどういうものかな。デュエルスタンバイ。ついていけてないんだよ、エクシーズモンスターが。しょうがないっていうのあるんですよ。結局さ、勝たないと意味ないじゃないですか。勝たないと意味がないんですよ、遊戯王。ランク戦はね、俺は負けるのが仕事なんだけどさ、勝たないと意味ないんで。クソ弱いデッキ紹介しますって、誰が再生しますって話ですよね。とりあえずこれ、脳が死んでるようにエクシーズしていきましょう。さあ、ゼンマイティをエクシーズ召喚していく。そしてゼンマイティの効果を発動。ゼンマイシャーク。で、ゼンマイネズミを特殊召喚。そう、ハンデスギミック使えないんですよね。ハンターいないですしね。で、これでレベル3にして、で、これで炎と水が揃うわけですわ。まあちょっと因果切断されるとね、ちょっと若干めんどくさいんだけど、因果切断とかいうか強すぎんだよな。カウチョセットエンド。さあ予約した。さあ予約入りました。さあ、あ、アングラーだ、来た。ギアギアンド来るぞ。これギアギアアクセル特殊、サーチですね、多分。ギアギアアクセル、あ、ギアギアアーマーなんだ。ああ、じゃあアクセル持ってんのかな。ギアギアクセル特殊召喚だと思う。っていうだから。はい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 。ギ
ギアギアアクセル、ギアギアがいると特殊ができるやつで、ランク4出てくる。これギアギアとクロス多分。さあ来る、さあ来た、ギアギアとクロス来た。最強モンスター飛ばして開けるまあそれはやりすぎだね。それもやりすぎで、ギアギアとクロスの効果で素材を1個取り除くと機械族モンスターを手札に加えることができる。レベル4かの。さあギアギアアクセル、はい。でアクセル特殊召喚からなんかアーリージェネクスバードも特殊召喚してね。でもう一回アクセル特殊召喚してシンクロ召喚していくっていうのは結構あるあるなんだけど、はい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 。そうですね、一回殴りに行くのちょっと待ってもいいですね、待ってもいいですね。相手の動きちょっと見てみましょうか。ゼンマイ空母、ゼンマイティの効果発動。ちょっと一回殴るのちょっと待ちましょう。相手の動き待ちましょう。でシャークだけ特殊召喚していきましょうか。でこれ横にしといて、あでも一応自爆特攻だけ できるよっていうところ見せておくか。自爆特攻できるよっていうところ見せておこう。ですね、これ攻撃表示します。でバトルフェーズ入ります。でこれぶん殴ります。でゼンマイン効果使って取り除きます。でこれでエンドフェーズ、ゼンマイン効果でこれ前後ろ、これなんか後ろにしときましょうか。でこれ破壊しますっていうね。あ天罰、お強いね。それもう一回使うしかないか、もう一回使うしかないか、もう一回使う。はい、これもう一回使ったらもう一回効果使えることないよね。はいはいはい、オッケーオッケー。一応ね今の感じでエンドフェーズになんか自爆特攻して何かを破壊するっていう効果があるんで、これで相手のまあ鬱陶しいモンスターとかも一応破壊耐性がなければ突破できると。さあギアギアングラーを墓地に送って、ギアギアンとクロスの効果でデッキからレベル4以下の、機械族モンスターを手札に加えることができる。さあアクセル来た。さあもう一体来るかな。これがね昔太古のね機械族デッキは、あこれでまたアクセルじゃない。でアクセル特殊召喚するんですよ。ここにアクセル特殊召喚して、でこのアクセルを、アーリージェネクスバードまで戻して、3中なんですけど、3中なんですけど、それ戻して特殊召喚して、でまたアクセル出して7シンクロしてブレイ出して、でギアギアーマーを裏から表にしてもう一回サーチしてみたいなことしてたんですけど昔は。はいはい、それは強い。さあってことはこれ2体出てきたんで、これプルガトリオ大先生で分からせることができるっていうパターンの展開ですね、これは。さあギアギアアクセルを手札に加えた。さあどうする、これはもうモンスター残しておきましょう、分からせるために。はい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 、 OK です、 OK OK、 全然いいよ。で全然全然いい、 OK 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 OK。 でこれでドロー先生やめよう。はい、分からせまーす、分からせまーす、分からせちゃいます僕。いやーありがとう、ギアギガントクロス強さを見せてくれたよ君は、ありがとうね、本当にありがとう。いやー楽しかったよ君とのデュエル。君とのデュエルは楽しかったな。はい、でチーンだよな、相手に、相手の血使おうぜ。でアレイスター、はい、で、はい、目が何か、相手のなんかギアギアアクセルと自分のアレイスター、はいはい。クリボールあるのかな、クリボールはあるのかな、ないのかな。はい、対戦ありがとうございました。分からしてくるわ、ゼンマイがどういうデッキかおかしいから弱っ。ふざけんなよ、弱っ、びっくりした、びっ
りしたわ。これ2枚でいいんじゃないか。ふざけんなよ。モンスターがさすがに2体来ないとね、エクシーズができないんで。やべえ、これバチが当たったかな。一応回してる感じ多分ね、8割くらいは結構。え、ごめん、やばい、やばいこと起きた、やばいこと起きたわ。あ、ちょっと君ダメ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 、全然ダメ、全然ダメ、全然ダメ、許容できない、それは許容できない。セット、オッケー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 。ふざけんなよ、ふざけんなよ、ふざけんなよ。まあいいや、でもダメージ受けたらドローセンスやみでアレイサー引いてこれから、こっちは。はい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 、オッケー。さあ、でサンドマン、いやサンドマン強いね、サンドマンは強い。はい、で混合格除外して、サンドマンは、サンドマンはオッケー、バトル、はいはい、オッケー、いい、それは受けよう。でここでドローンセンス闇発動するとおかしなことになるから、ドローンセンス闇発動して、ははは、使いて、ガチで使いて、いやこれは使わない。あ、オッケーオッケーオッケー。でゼンマイレズに召喚で効果、全マシャ効果、さあ全車効果でいきましょう。さあやっとね見せられますよ。で全マイシャークのレベル1個下げましょう。でこれで最初全マイって言いましょうね。でこことここでエクシーズ召喚、全マイ、全マイクーボ、全マイティ、そして全マイクーボ、全マイティの効果を発動。全マイネズミを墓地に送って、デッキから全マイネズミを特殊召喚、そして全マイネズミの効果を発動、墓地より全マイネズミを特殊召喚、しそしてレベル3、全マイ、じゃあ全マイネズミと全マイネズミでオーバーレイみたいなモンスターでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、ゼンマイクーボ、クーボじゃない、ゼンマイ嫌い、ゼンマイをエクシーズ召喚、キュイーン。さあこれで俺はターンを終了するぜ。場には水属性、そして炎属性が揃ったぜ。ちなみにゼンマイは結構強いんですよ。これフィールド上のカードが、このカードが破壊される場合に、あ、アイス、アイスガチヤバいこと起きた。手札めちゃくちゃあんな。これ一回じゃあ速攻なししよう。で3度効果使う、3度効果使う、はい。で隕石打ってこいつどっか生かして、はい。あやめてやめてくれやめてくれ、なんだこのカード、知らねえぞ、なんだこのカード。自分の墓地のクワゲみたいなやつでモンスター1体を選択して、選択したモンスター攻撃として特殊召喚する、自分のエンドフェーズにそのモンスターが埋葬されていけ、自分がそのモンスターの元々攻撃とダメージを受ける、このカードフィールド召喚されていけ、そのモンスターは返す。へえ、なるほどね。まあでもとりあえずこのゼンマインの強さは見せると思う、多分マキシマム効果で。これゼンマインは破壊されないんで、基本的には多分ね、これゼンマインめっちゃ強いと思うよ、これ多分耐久してくれると思う、多分ここで。よし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 、これめちゃくちゃ強い、多分これ。これ突破できないでしょ、だって。全マインが。バトル、オッケー。いいんすか、全マイン効果発動。はい。で、全マインの効果で、これあれだよね。広角使ってっから、これここだよね。これ破壊。さあ、サンドマン効果、マシュマン効果、オーケー。で、ここで、前も持していきましょう。スキル発動、ドローセンス闇。いけ、召喚師アレイスターを召喚、召喚師アレイスターのモンスター効果を発動、そして俺は手札よりマジックカード召喚魔術を発動。もちろん召喚するのは召喚獣ブルガトリオ大先生だ。いけいけ、分からせてやる、分からせてやる、召喚魔術の効果を発動。ありやがれクソったれが、行くぞバトル、おらドラゴン
ありがとうございました。これが全部デッキだ。さあお相手の方ルアー君ですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。さあまずは切り込み隊長を召喚。切り込み隊長の効果を発動。切り込み隊長の効果によってゼンマイネズミを特殊召喚。そしてうるさいなお前で、レベル3の切り込み隊長とゼンマイネズミでオーバーレイ。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築しゼンマイティをエクシー召喚。そしてゼンマイティの効果を発動。ゼンマイティの効果によってゼンマイネズミを墓地の振り敵よりゼンマイネズミを特殊召喚。さらにうるせえなお前、これうるせえわ、ゼンマイネズミの効果発動。ゼンマイネズミを特殊召喚しレベル3の2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築エクシーズ召喚。ゼンマイン、これが最強ゼンマイ盤面。ターン終了。水属性そして炎属性が揃った。そして俺の手札には最強モンスター召喚師アレイスターが存在している。これはもらった、完全に消費した。あクソがよ、やりやがるじゃない。どっかで見たぞこれ、これどっかで見たんですけど。